皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 グランプリの時間がやってまいりました。ということで、昨日は F1 ラスベガスグランプリ、無事に決勝が終わりまして、フェルスタッペン、ルクレール、ペレス、おめでとうございます。ということでね、3人が無事に表彰台に上ったんですけども、いやー、角田裕毅が残念だったですね。まさかの無念のリタイアということで、まだこの動画を撮っている時には正式な情報、公式なコメントが発表されているかどうかわかりませんけども、角田裕毅、そしてアルファタウリのチームから直接公式の発表が聞きたいところであります。ギアボックスはどんな感じだったのか、エンジンまでダメージがいっているのかどうなのかというところなんですけどね。まあ、一番気になるのは次の F1 最終戦のアブダビグランプリで、まさかギアボックス関係でペナルティ入らないでしょうねというところが非常に心配なんですけども、正式なコメント発表を待ちたいと思います。さあ、今日なんですけども、レース直後にですね、そこそこびっくりしたニュースが入ってきました。もちろんこのニュースは確実なことではありません。五分五分かなっていう感じなんですけども、いろんな F1 ドライバーも FIA に文句を言ったということで、またヤフーニュースにも出てきて、結構大きなニュースになりつつあるので、ご紹介させていただこうと思います。それがこちらです。 F1 ラスベガスグランプリ決勝レース直前にもハプニング。ドライバーズパレードの車両からオイル漏れ、処理されるもスタート直後の多重クラッシュの原因に。はい、ということで、まず振り返っていきたいんですけども、 F1 ラスベガスグランプリスタート直後にフェルナンド・アロンソがスピンとクラッシュをしてしまいまして、その後カルロス・サインツもなぜかスピンしてくるっと1回転していました。ここで私思ったんです。フェルナンド・アロンソはおそらくブレーキ足回り冷え切って、そのままブレーキ効かずにロックアップしてそのまま突っ込んだのかなと。映像を見ていたら分かる通り、サインツに関しては何で回ったんやろみたいな感じだったんですよね。前を走るハミルトンのリアのホイールに当たって回ったのかなっていう感じだったんだけど、それにしてもそこまでくるっと綺麗に回るかなみたいな感じで思っていました。それでは詳しく見ていきましょう。 F1 ドライバーたちはラスベガスグランプリのスタート直前にクラシックカーからオイルが漏れたことについて、受け入れられない、フェアではないなどとコメント。 FIA に対策を求めている。ラスベガス中心街のストリートコースを舞台に熱いバトルが繰り広げられた F1 ラスベガスグランプリ。しかし、レース直前に起こったとある事件についてドライバーから不満の声が上がっている。それは決勝レース直前に行われる毎戦恒例のドライバーズパレードで起こった。パレードではそれぞれのドライバーが車両の助手席に乗りコースを周回するが、多くの場合車両はクラシックカーで所有するオーナーが運転する。これ多分各チームに関係するクラシックカーに乗っていたら、もしかすると F1 グランプリに呼ばれるっていうことですよね。自分の車に F1 ドライバーが乗るなんてことがあるかもしれないということですよね。いや、急にクラシックカー好きになったわ。まあ、私もですね、シンガポールグランプリと日本グランプリと行ってきたんですけども、やっぱりこのドライバーズパレードってめちゃくちゃ楽しいんですよ。 F1 ドライバーがサーキット一周回るんですね、車に乗って。でそこでまあファンサービスして、まあ、手を振ってくれたりとかいろいろあるんですけども、まあ、そういうイベントで事件が起きてしまったということになります。レーススタートの約90分前、マクラーレンのオスカー・ピアストリを乗せた車からオイル漏れが発生した。オイルはホームストレートのピットウォール寄りに落ち、マーシャルがセメントの粉を撒くことでオイルを処理した。この時実際にピアストリが乗っていたクラシックカーの車種まではわからないんですけども、このようなことが実際あったそうです。ただこのオイルがレースにも影響を与えたのではないかと主張するドライバーもいる。イン側の12番グリッドからスタートしたフェラーリのカルロス・サインツ、スタート直後の1コーナーでルイス・ハミルトンと接触してスピンしているが、これはイン側にあったオイルのせいではないかと語った。なおイン側グリッドではなかったものの、フェルナンド・アロンソも1コーナーへの飛び込みでイン側から侵入してきたところでスピンし、他のマシンを巻き込んでいる。まあね、もちろんね、サインツやアロンソが絶対に悪くない、これはオイル漏れじゃない、 100% 個人のミスだとも言い切れないし、100% オイル漏れによるスピンだとも言えません。なので五分五分かなみたいな感じですね。もちろん F1 ドライバーですから、いつもと違ったスピンっていうのは分かったかもしれませんけども、これは今のところ憶測でしかありません。サインツは走行初日の FP1 でストレート走行中に送水バルブの蓋がマシンの下に直撃、シャシーやパワーユニットに大きなダメージを与えるというアクシデントに見舞われた。しかもエナジーストアの交換により10グリッド交換ペナルティとなったため、予選2番手にもかかわらず12番手からのスタートを余儀なくされた。
もしスタートでコントロールを失ったのが本当にオイルのせいだったとしたら、サインツにとっては週末を通して不可抗力に苦しめられ続けたということになる。サインツはこう語っています。ドライバーズパレードで使った車からかなりのオイルが出ているのを見た。これも FIA が調べるべきことだと思う。オイルが全部イン側の方のラインに落ちていたのは不公平だ。1時間前にオイル漏れのあったコースにマシンを置くことになった。これは受け入れられないよ。おそらくターン1で起きたクラッシュもそのせいだろう。そして同じくイン側の偶数グリッドである4番グリッドからスタートし11位でフィニッシュしたピエール・ガスリーもオイル漏れによって特定のドライバーに対して不公平なシナリオを作り出してしまったのではないかと考えている。まさかのガスリーまでこの件に関してコメントをしていたんですね。いいこととは言えない。特に僕は今年最高の位置に並んでいたからね。すでに FIA と話し合ったし、いくつかのことを変更することになるだろう。あるドライバーがオイルの乗ったところからスタートして、別のドライバーは綺麗なターマックの上からスタートできるというのは全くフェアじゃないからだ。きっと修正されるさ。このすでに FIA と話し合ったしっていうのはすごい気になります。どこまでどのように話し合ったんでしょうか。しかもいくつかのことを変更するっていうのは、これはどうなんだろうね。何を変更するんでしょう。最後のきっと修正されるさ、さすがに順位までは変動しないと思います。だから今後のレースに関して何か修正されるんでしょうかね。ここ非常に気になる発言ですよね。そしてさらには F1 ドライバーの選手会組織の理事でもあるジョージ・ラッセルも今回の件に関して発言をしています。クラシックカーからオイルが漏れるというのは今回が初めてではない。かなりひどいことになっていたのはショッキングだった。でも彼らはレースに向けて綺麗にするために頑張ってくれた。まあ、若干 FIA を擁護してるなっていう感じなんですけども、実際にね、もちろんちゃんと綺麗にするために頑張ってくれたと思うんですけども、100% 綺麗になったかというのは言い切れないかなっていう感じです。もちろんあのスリックタイヤがオイルが少し染み込んだアスファルトの上、路面の上を通った時にどんな感じの挙動になるのかっていうのはもちろん F1 ドライバーしかわからないことではありますが、ラッセルやガスリーやサインツ、いろんなドライバーが意見をしているっていうのはそういうことなのかなと思いますね。しかしこの件に関してアロンソは今のところ公式の発表何もしておりません。まあ見た感じやっぱりアロンソは本当に自分のミスって言いたくはないですけども、ケアレスミスな感じはしますけどね。タイヤ冷え切っててロックしたような感じには見えましたけどね。はい、ということで今回はですね、まあ一番気になるところは、まあ角田裕毅のマシン AT04 のマシンがエンジンまでダメージいってないのかな、ギアボックス交換まさか必要にならないよねとか、そういったところが一番気になるかなと思います。まあ、今回ヤフーニュースでまた結構大きなニュースになりつつあるので動画で共有させていただきましたが、スピンの原因が確実にオイル漏れの後だったかというのは発言を控えさせていただきたいと思います。もちろんね、冒頭にもお伝えしましたが 100% というのは世の中には存在しません。なのでこれからのね、公式発表、またいろんなニュース出てくると思いますんで、そのニュースに注目していきたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。